お前が先手だ。よろしくお願いします。それではお相手の方、対局開始の方ですね。さあ剣を跳ねていきましょう。鬼殺しでもう一回剣を跳ねたいんですが、試験飛車、この6四歩は鬼殺し対策としてすごくいいんじゃないのかなと思います。桂が跳ねない、跳ねれないと始まらないので、まあ皆様もし鬼殺しされると、まあ、6二金か6四歩をしておけば、まあ、まずは勢いを殺せるんじゃないのかなと思います。でここが止められてるんで、で今度はこちらの桂頭が弱点になってくるんですよね。一回ここ歩打たしておかないと、そうですね、一回歩打たしておかないと。でお相手の方は、そうですね、さっきに6五銀と出てこられてたらかなりやばかったですね。まあこの時点でこっちかなりやりづらい感じです。2分30秒。どうでしょう。まあそうですね、まあお相手もこちらも6筋に集中させていくしかないですね。どうしましょう。玉ももう一つ囲っときたい気持ちもありますが、いやーお相手の方が枚数多いので、ただ飛車が下がると桂頭絶対狙われますよね。これはこの歩を突き越せるのはめちゃくちゃ大きいですね。でここは飛車から行けば、おこれはだいぶこちら優先だったんじゃないでしょうか。お相手の横っ腹はガラ空きなんで飛車打ちが刺さりますね。でこっちは意外に飛車打たれてもあんまり痛くないというか、でまあ今桂頭はもう遅いじゃないでしょうか。一回横っ腹に飛車を打って、あしかもこれ玉上がってきたら桂を逃げる手が王手となって激痛じゃないでしょうか。さあ一気にだいぶ押し込まれてるところから一気に形勢が1分30秒、大優勢になりましたね。でもこっちはもう桂とか金とかっていう話じゃなくて、もう角交換して2二に竜なれば一気に寄せですね。であとは逃げ道を一回立っといて、これでまあ分かりやすい詰めろなんですが、あそうですよね、私結構この罪を見逃してるっていうコメントたくさんいただいててありがたいんですけど、1分、これ罪ですかね。一回捨てて取って歩をついて金まで、あ、お前には物足りん相手じゃ